ジョナサン・デミは、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家。ニューヨーク州ボールドウィン出身。映画監督のテッド・デミは老いにあたる。フロリーダ大学で獣医学を学ぶが、自分の能力に限界を感じ、中退する。大学在学中に、学内新聞の映画表を執筆した経験を、生かそうと、地方新聞の職を得るが、父親の紹介で、 映画会社の宣伝マンとなり、数年間働く。その仕事を通じて、ロジャー・コーマンと出会い、1971年から1976年まで、コーマンの下で働く。初期は、プロデュースや、共同執筆をし、ロジャー・コーマン監督作品の、レッド・バロンに参加し、インディーズ映画の監督となる。コーマンの設立した、低予算インディペンデント制作会社ニューワールド、 ピクチャーズで1974年、助手刑務所、白昼の暴動で映画監督デビューし、1976年の怒りの三画まで三本の映画をここで撮った。続く1980年公開のメルヴィンとハワードでニューヨーク映画批評家協会賞監督賞を受賞。1984年公開のストップメイキングセンスで、 全米映画批評家協会賞ドキュメンタリー映画賞を受賞。1991年公開の羊たちの沈黙でベルリン国際映画祭監督賞とアカデミー監督賞をダブル受賞。作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、主演女優賞の5部門を制覇した3本の映画の1本となった。ドキュメンタリー映画も十本以上撮っており、 2007年のジミー・カーター元大統領を取り上げたマンフロム・プレーンズではベネツィア国際映画祭バイオグラフィルム賞を受賞した。羊たちの沈黙のインパクトが強すぎたせいで低迷期には一発屋と揶揄されることもあったが2008年公開のレイチェルの結婚はベネツィア国際映画祭に出品されたい評価を受けた。 2017年4月26日、食道癌と心臓病の合併症により死去。73歳没。ありがとうございます。